はい、皆様こんばんは。札幌郷土探求チャンネルです。今日はまあ全然郷土とは関係ないんですけれども、ここですね、函館本線の前に来ております。丁寧と、稲積公園のちょうど中間ぐらいですかね。ここにまああるちょっとなかなかコアなスポットなんですけれども、地下道をちょっと通ってみたいと思います。ちょっと今自転車なんですけれども、ここですね、パークタウン入り口っていうのがあるんですね。で、このパークタウンっていうのが今は町内会の名前になってるんですけれども、まあ、当時はこの線路の向かい側が丁寧のパークタウンっていう、まあ新興団地だったんですけれども、まあ結構もうこういう感じで落書きとかすごいですね。で、ここがどの辺かな、こう見るとまあ地下水が結構湧き出てるんですよね。もうかなり暗くてあれなんですけれども、こう壁には結構こう落書きとかが散見してる感じですね。で、結構地面もこう濡れてるっていう感じで、すごい苔みたいな生えてますね。一応向こう側まで本当線路越えるだけなんで、わずかに10メートルぐらいですかね。すごい地面も濡れてるんで、なんかこう湧き水的なあれなのかなっていう感じもするんですけど、一応まあこっち側に来るとまあ普通にまあ、線路沿いの通りなんであれなんですけど、まあ、この辺り北側一帯が、パークタウンっていう、まあ、新興住宅地だった時代ですね。今はパークタウン町内会っていう形で、名前が残ってます。ちょこっち側から見ると入り口、まあ、ちょっと線路から物あれなのかなっていう、まあ、柵みたいなのとあって、まあ、大体1メーター50センチないぐらいですかね。こう地下になってるっていう感じです。まあ、おそらくパークタウンっていう住宅地が増税された時に本町方面とかに向かう、まあ、この辺踏切とかが全然ないんで、線路を越える手段っていうのが、まあ、稲積公園の方まで行くか、あとは手稲駅のところに、バンナグロ人道橋があるのみですね。一応まあもし歩いてっていうことになるとそうなってしまうんで、もうおそらくこういう形で作ったのかなと思われます。まあ、今日はちょっと短い動画だったんですけれども、ちょっとなんで夜になっちゃったかっていうと、まあ僕今 Uber Eats のついでにたまたまここ通ることがあったんで、まあ、ちょっと撮影しました。決してね、心霊画とかっていうことではなく、まあ、こういう通路がありますよっていう感じです。まあ、ちょっと短い動画でしたけども、ありがとうございました。また失礼します。